それではですね、まあ、メンズアイテムの中ではですね、まあ、定番と言ってもいいでしょう。あのレギュラーカラーシャツ、今回カーリー今シーズンも作りました。でそちらの方をちょっとご紹介していこうと思うんですけれども、まあ、ちょっとアイテムの説明の前に、こちらのアイテムですね、実は今回ですね、無地のバージョンと柄2種類っていうですね、結構実は3パターンですねの、種類で展開しておりますので、まあ、ちょっとそれぞれやっていこうかなと思いますので、まずはこちらのソリッドの方ですね、単色の方をご覧いただきたいなと思います。ですね、まず僕169センチ63キロで、こちらのシャツは、サイズ2番着用してます。ちょっとこういうですね、細身のパンツに、ちょっとざっくりとね合わせる着方もいいんじゃないかなと思って、こちらのカラーを選ばせていただきました。で、まあレギュラーカラーシャツといっても、一見シンプルに見えつつも、結構これパターンの工夫が多いアイテムで、ちょっとこれで分かりますかね。パッと見で見た時に、普通シャツとかってここに切り替えがあると思うんですけど、ないんですね。これ要はドルマンスリーブになってるんです。ただこれただのドルマンスリーブじゃなくて、後ろを向くと実はここにセットインの切り替えがあるっていうですね、ちょっと変則的なパターンを活用してます。で、まあ、ちょっとこう身幅を取って少しゆとりがあるので、まあ1枚でもご覧のように様になりますし、もちろんサイズちょっと上げてるっていうのもあるんですけれども、プラスですね、裾回りをちょっとこうですね、ストレートの仕様にしてます。まあ、このストレートの仕様にすることで、まあ、シャツでありながらちょっとねシャツジャケっぽい雰囲気も醸し出したりとか、あと例えばですね、ちょっとこう前開きで、今僕はインナーをタンクトップにしてるんですけど、前開きでちょっとこう羽織としても見栄えがするような仕上がりになっているのが特徴かなと思います。で、こちらのソリッドの方のカラーではっていうのは、まあ、こういった定番の白ですね。あ、こう後ろもパターン見たらちょっとプリーツ入ってたりとか、結構細かいところまで作り込んでいるアイテムになります。でこの素材自体が、結構このいわゆるサスティナブル素材 で、それでいてちょっとこう機能性があるっていうところになるので、まあ、暑い時期とかにですね、軽い羽織として着用してもいただけますし、まあ、もちろんお洗濯もできたりするので、まあ、着やすいシャツになっているかなと思います。でもちろん普通に、シャツとしてですね、ジャケットの下に着てくれても全然 OK だったりはするので、まあ、カーリー流の春夏シャツ、やっぱりこう羽織ってきたりとかリラックススタイルにも対応できるシャツになっているのかなと思います。で、まあ、あとさっき見てもらったようにカラーもですね、白っていう定番色を抑えてるんですけれども、その他にブルーだったり、こちらのラベンダーカラーだったりとか、ちょっとこう春夏を意識した、爽やかなですね、印象的なカラーも揃っておりますので、まあ、プレーンと言いつつも、ソリッドと言いつつもですね、まあ、プレーンの一言でシンプルな一言では終わらないようなですね、作りのですね、こだわりのシャツに仕上がってるかなと思います。